市場の風を読む「ソウツ・オン・ド・マーケット」へようこそこのポッドキャストでは最近の金融市場動向に関するモルガン・スタンレーの考察をお届けします今回は FRB による50ベーシスポイントの利下げと市場への影響についてモルガン・スタンレーの CIO 兼米国株式チーフストラテジストのマイク・ウィルソンが解説しますこのエピソードは9月24日にニューヨークにて収録されたものです 英語でお聞きになりたい方は、概要欄に記載している URL をクリックしてください。先週述べたように、私の考える株式の短期的なベストシナリオは、成長懸念を誘発することなく、FRB が50ベースポイントの利下げを実施することでした。 パウエル議長はこの難業を成し遂げ、株式は最終的に好反応を示しました。しかし、向こう3から6ヶ月の株価動向を最も大きく左右するのは雇用データだとも考えています。雇用については来週末に新たな統計が発表されます。私の見立てでは、現在の高い株式バリュエーションが続くためには、雇用統計に情報サプライズが必要でしょう。具体的には、必要率が低下し、 就業者数の増加数が14万人を超え前月までの数値が下方修正されないことが必要だと考えます同時に私は今後の成長軌道を判断するためにいくつかの変数を注意深く観察していますまず会社ガイダンスに代わる指標として最適なリビジョンインデックスですがこれは S&P500 指数全体では引き続き横ばい基調小型株のラッセル2000指数では悪化傾向が続いています 例年の季節的なパターンに従うとこの変数は今後1ヶ月間逆風を受ける可能性が高いと思われます2番目に米サプライマネジメント協会の購買担当者景気指数は2年近く南朝が続いており再加速はまだ見られません最後に全米産業審議会コンファレンスボードの景気先行き指数と雇用トレンド指数は低下気象が続いておりサイクル終盤の典型と言えます これらを踏まえると、予想より大幅な FRB の利下げは、高クオリティ株にとっては割高水準を維持する時間稼ぎとなり、低クオリティの景気敏感株にもある程度の支えとなる可能性があります。たただし、こののようなな状況を正当化するためには、雇用などのデータが 年末にかけて改善すする必要がありますもう一つ重要な点を指摘すると8月の米国の財政赤字は予想をおよそ900億ドル上回り年初来の財政赤字は1兆8000億ドルを超えましたこの財政政策は成長の助けとなった反面民間経済と金融市場のクラウディングアウトの原因にもなっていると思われますこれれは景気交代が最悪ののシナリオでであるると考えられるもう一つの理由です。 8割から9割の米国人にとっては、物価高騰やインフレよりも景気後退の方がマシだという意見がありますが、景気が後退すれば、負債デフレに対する懸念が表面化することは確実で、一度そうなれば、元に戻すことは難しいでしょう。FRB はそのことを誰よりもよく理解しており、ベン・バーナンキ元議長が2002年のデフレ、アメリカでこれが起きないようにするためにという有名なスピーチで最初に示しました。 バーナンキ氏はこのスピーチの中でデフレ回避のために FRB が活用できる措置として金融・財政政策の協調などを挙げました金がクオリティの高い S&P500 を含めた大半の株式をアウトパフォームし続けていることを指摘したいと思います。具体的にに示すと、バーナンキ氏の200の2002年スピーチ時には、 わずか300ドルだったのが今でではドドルルまま上昇しています米ドルの購買力は従来のインフレ測定尺度が示すよりもはるかに低下していますその結果金高クオリティの不動産株式その他のインフレヘッジは非常にうまく機能しました実際最新の法定通貨ヘッジである暗号資産はこの10年間で最高のパフォーマンスを上げました一方でコモディティ小型株 商業用不動産といった低クオリティの景気敏感資産は絶対リターンと相対リターンの両方で冴えない結果となり購買力調整後では価値の低下が深刻です結論としてこのような状況は目先これらの政策の持続性に対する投資家の見方が変わるような出来事が起こるまで続くでしょう現在の基調が反転するためには民間経済のオーガニックな成長率が再加速して 投資資金が低クオリティの景気敏感資産にシフトするか、あるいは景気後退入りし、サイクルが終了してすべての資産価格がリセットされ、その水準から本来の幅広い資産の価格上昇が始まるかのどちらかでしょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。今回も市場の風を読む Thought on the Market、お楽しみいただけたでしょうか。 もしよろしければこの番組についてご友人や同僚の皆さんにもシェアいただけますと幸いですご視聴された内容は情報提供の目的で作成されたものであり作成時点で入手可能な情報に基づいています投資や勧誘税務や法的な助言を意図するものではありません視聴者個人の財務状況や投資目標を考慮しておらず皆様の財務状況に適していない場合があることもご了承ください